どうも、中野実験室です。ジャンプの感想です。青春兵器ナンバーワン、ミッション55、青春の価値です。今回は、予告があった通り、ナンバーツーの話でした。生徒会選挙の話です。久しくずっと充電が切れている状態の、ちびっこい、ちびっこくなってる2の姿が描かれていたわけですが、かなり久しぶりに、充電が切れてない状態、シングルナンバーの兄貴分と言われていた状態の2が出てきました。生徒会選挙ですが、対立候補が一人だけいるんですけど、そいつがよく漫画に出てくるルールを厳しくしようキャラで、そいつも支持されてないし、2は2で、変な動物みたいになるんで支持されていない。そんな状態でどうやって、生徒会長になるのか、学生生活を縛ろうとする岩本にどのようにして勝つのか、そんな内容でした。主な内容は、電力をどうするかなんていうのが主な内容だったと思うんですけど、クライマックスシーンでの2の演説の内容が、非常に良かったです。青春がテーマの作品なわけで、作者は、20代後半ぐらいだったと思うんですけど、私のようなおっさん読者になってしまうと、青春してないなぁと思いつつ、自分の青春時代と言われる頃を、懐かしく思ったりもするんですが、作者の長谷川先生はおそらくまさに今も青春なんじゃないかと、あるいはその青春というものを考える青年期なんじゃないかと、そんな風に思いました。この内容は自分の中にあるものじゃないとして借りてきた意見としてこのように描くってことはなかなかできないことですし、これは作者の主張といいますか、作者の心から、発しられた、青春に対する思いであると、私は理解して読んでおりました。そして最終的なオチなんですけど、非常にうまい着地点なんじゃないかなと、その新キャラの岩本も今後登場の、活躍が登場の機会が増えそうですし、またその2との関係性っていうのも今までになかったものなので、話は広がっていく方向なんじゃないか、そんな風に思いました。という感じの、55話の、感想でした。次回はどうやら夏に向かっていく話みたいなので、私たちは思いっきり冬ですけど、暖かい話、夏に向かうですからゴールデンウィークとかその辺の話かもしれません。次回もとても楽しみです。それではまたお会いしましょう。さようなら。